皆さん、こんにちは。私の名前はデストです。理由もサイです。リモートが2人です。私の趣味は、ビートルズとピンクロイドの音楽を聴くことです。そして、吸血鬼の小説を読むのが好きです。私は、サンタルスラで生まれましたが、10年前から、ベンチ型に住んでいます。文化、運動、芸術所で働いています。そして、空手と剣道の先生です。私の道場は、ビジャオリンピカの中にあります。私は、子供に教えるのが好きです。子供は、可能性が高くなって、白い紙のようですから、この仕事の中で、一番好きなところは、旅行できるところと、いろいろな人に会えるところです。子供の時、空手クラスに入って、日本のいろいろな文化で感動しました。特に、クラスが始まる時と終わる時に、みんなで正座をして、礼をするのを見て、日本人の人を敬う心を教えました。今、日本語を勉強できるチャンスがあるので、一生懸命頑張っています。来年の1月、日本へ行くつもりです。剣道を練習したり、友達に会ったり、相撲を見たり、観光したりしたいです。ありがとうございました。Thank you.